はい、どうもお疾風様でございます。疾風塾の久保です。今回は AI アートを作る上で一番最初無料で簡単に練習ができるね、そのアートを作成するアプリを紹介したいと思います。これはパソコン版でリベラと言います。左上にタイトルが書いてます。リベラというやつですよね。まあそれでね、これを早速使っていくわけなんですけども、このように絵が今見えるでしょ。こういうのがやっぱり作りたかったわけじゃないですか。ちょっと読ませていただきますけども、上の方から。リベラではシーンを選択するだけ、この独自モデルを利用した超高精度なイラストを簡単に作成することができますと。使い方は簡単、まさに簡単です。あのチェックボックスにチェックするだけなんですよ。早速やっていきますね。で、右下の方にあと19回って書いてるじゃないですか。これ通常呪文って言って19回イラストを作成することができますよってことなんですよ。それから特別なことをすることもできます。その特別なことってのは今回やりませんけども、その回数は2回ってことですよね。で、私の場合は無料版なんで回数制限ありますけども、有料版にすることによって、まあ、いろんなね、回数制限が取っ払われたりとか、使えない機能が使えたりとかっていうのがあります。じゃあやっていきましょうか。呪文を選択です。この間で選択します。だから簡単そうだってことがわかるでしょ。じゃあ例えばね、こういう風にやっていきますよ。まずは高クオリティ呪文っていうのがありますんで、ここを開きます。そうするといくつかに分かれますんで、女性キャラクターでいきましょうか。そうするとこういう風なチェックボックスが開けてきますんで、ツインテールのイラスト風でいきましょうかね、うん、で次ですね、いろいろあります。シチュエーション、テイスト、服装ってありますけども、服装でいきましょうか。服装を開くとこういうふうにいろいろとまた開いてきますんで、一式ワンスタイルでいってみます。まずね、でここに、例えばね、そうですね、セーラー服で、どれいきましょうか。学ラン夏服でいきましょうか。はい、で次なんですけども、あとはね、ウォーター、そうだな、特徴、髪型、うん、まあどれ行こうかなと本当迷いますけどもね迷いながらやってみてください。まあ髪型行きましょうか。髪型はスタンダードで、まあツインテールで行きましょうかね、うん、その他そうですね、髪の色行きましょうか。髪の色はピンク髪でいくという感じですか。うん、他になんか品質いきましょうか。高品質ってありますけども、まあここはいいですかね。キャライメージどうでしょうか。うん、よくわかりません。ちょっと閉じましょう、キャライメージ、はい、で年齢何10歳ぐらいにしておきましょうか。わかりやすいように。あと40歳までいきますんでね。じゃあこれで画面生成しますよ。チェックボックス今しただけでしょ。ここに画面生成します。そうすると10秒ぐらいで画像が作成されますね。はい、今これができました。1枚。はい、2枚目できましたという形で、まあ10歳には見えませんけども、2つのイラストができましたんで、例えばこれを保存するとかね、右クリックして名前をつけて保存とかすればいいわけじゃないですか。こういうふうにして作ります。で以上です。で特に設定を変えずにもう一回画面を生成ってのを押すと、新しいのがまた開けてきます。で作られたイラストはこちらの方に一覧で並んできます。どんどん増えていきます。はい、増えてきましたね。はい、こういうふうなイラストができました。こういうふうなイラストができました。イメージと違うなと思ったらまたチェックボックスを変えていけばいいということになりますね。例えばこちらの方を変えて、うん、このし白メイド、幻想少女って何でしょうかね。星色、星神殿にしてみましょうか。どういうのが出てくるのかお楽しみです。まあ、10秒ぐらいでできますんでね。できたから、あ、できましたね。はい、2つできました。こっちの方がなんか私はいいなと思うんですね。でクリックするとちょっと大きくなります。こういう風にね、どうでしょうかね。簡単にできたでしょ。はい、簡単にできましたんで、自分もやってみたいなと思ったら、あ、ちなみにこれ右クリックで名前で保存できますんで、保存してくださいね。でやってみたいなと思ったら、動画概要欄に
URL を貼っておきますので、そちらの方からアカウント作ってみてください。アカウントの作り方は別に私が説明したくてもできると思いますので、やっていただいて、でもしね、あの下の URL クリックしてもうまくいかなかった場合は、もうちょっと下にももう一個 URL つけておきますので、そちらの方から再度試してみてください。じゃあ今回はね、以上でございます。どうもよろしくお願いします。